けに火もついた。せいや、その傷ついた体じゃ標高のままで持たないの。そこは僕に任せてくれ。シュン、せいや、誓ったはずだよ。僕たちの誰か一人でも必ず標高の間にたどり着くと。そうだ、せいや、まだそのままにしよう。ここでお前が倒れるわけにはいかない。よし、わかった。シュン、お前に任せるぜ。シュン、残り時間はあと10時間だ。掃除機まで突っ走るぞ。こんなにも増票がいるとは、手厚い歓迎だな。シュン、お前のチェーンで邪魔する奴らを倒していくぞ。本当は戦いたくない。でも、サウドお嬢さん、アテナを救うためだ。兄さん、受けてくれ。僕たちは必ず強行の間にたどり着いてみせる。シュン、全員片付いたぜ。次に進もう。そうだね、一刻も早く強行の間にたどり着かないと。なんだこのチェーンは。まるで生き物のように動いている。このチェーンは敵の動きを感じることができるんだ。君たちが攻撃を続ける限り、このチェーンも攻撃を休めない。これ以上傷つきたくなかったら道を開けてくれないか。何を言っているんだ。サンクチュアリの兵が死を恐れていると思うのか。ここも突破された。強行に報告すれば。そういえば、ジュネさんは大丈夫だろうか。ジュネさん、お前がサンクチュアリに旅立つ前に抱えてきた子。うん、僕たちがここに来ることをすごく心配していたんだ。シュン、お前を心配してくれている人のためにも、何としてでもこの12球を突破するんだ。あんなところから弓で攻撃してくると。シュン、セブンセンシズを使って一気に間合いを詰めるんだ。何、我がサンクトルの弓兵もやられる。ただのブロンズじゃねえ。突破してきたセイントたちが、我々の壁が打ち破られた。迎えるな、奴らの幸運もここまでだ。我々がセイヤたちを成敗するのだ。あれが神様の剣、サウジキ。なんて薄気味悪いのだろう。それだけじゃない、この道全体が何か異様なコスモに包まれている。サウジキに一体何があるというんだ。俺たちは全滅。掃除球を取り巻いているあの不気味なコスモは何だ。掃除球を守るセイントのなせる技なのか。しかしここで考えている時間はない。鬼が出るか蛇が出るか、シュン、突っ込んでみるまでだ。またもや突破された。掃除球はもう目の前だ。うん、みんな行くよ。私は美しい。そう、この地上のいかなるものにも増して。ミスティ、なぜお前がここにいるんだ。お前は俺が倒したはずなのに。美しいものは永遠と決めずに。美しい、それこそが私の存在。虫けらよ、私の身にひざまつく。他愛のないセイントよ、このミスティに殺されることをむしろ誇りに思え。
私の体に傷だ。この代償は死をもってあがない。そんな攻撃はさせないよ。私の美しさに太陽も打ち掛けよう。私の前に気がついたシリュウたちと共に掃除球へ向かったセイヤ。しかしそこにはセイントの姿はなく、その上出口も見つけられず、セイヤたちは迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探すシュンとヒョウガの前に、突如としてジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。果敢にジェミニへと闘気を放つヒョウガだが、しかしその力は全て跳ね返され力尽きてしまう。そしてシュンはジェミニのセイントに対して攻撃を仕掛けるのだった。おかしい、チェーンがさっきからずっと戸惑っている。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。それどころか敵がどこにいるのかわからない状態だ。僕たちの目の前にいるセイントは存在しないのか。強靭なんだ。でもこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。兄さんと約束したんだ。兄さんが来るまで決してくじけない。一人で戦うと、きっとジェミニのスイートを打ち破る方法があるはずだ。アンドロメン、お前たち二人の命は必ず仕留めてみせよう。ティグナスは自らの剣で混沌している。残るはアンドロメダだ。シュンがネビュラチェーンを敷きジェミニに対抗する一方で、セイヤとシリュウは、なあ、本当に抜け出られた。一体どうなっているんだ。セイヤ、お前は生地目が見えたために敵の作り出す幻影に翻弄されていたんだ。そうだったのか。この分では目の見えるヒョウガとシュンたちは苦戦しているはず。大丈夫さ、あいつらなら必ず自力で抜け出てくるさ。そうだな。よし、次の巨階級を目指すぞ。堂々とネビュラチェーンの海を渡ってくるとは。チェーンも全く反応していない。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。ならば掃除球の不可解な迷路も存在しない。全ては幻覚。どこかにこの幻覚を作る敵がいるはずだ。だけど一体どこに。ブロンズセイントのお前たちには気づくわ。永久、虫が神の存在を知るよしもないように。さあ、息をでも止めてやるぞ。
ゴールドセイントの恐ろしさを解くと見ろ。えい、ジェミニー、セイント、このアンドロメダのジミーがなぜ2本あるか知っている。左手のサークルのチェーンは防御のため、右手のスクエアのチェーンは攻撃のため、僕のコスモが闘争心と共に大きくなればなるほどその特色がはっきりとしてくるんだ。氷河はどこだ。アナザーディメンション。アナザーディメンション、異次元の世界に飛ばされ、もはや抜け出ることのできない空間を氷河はこの水っぽさまに見せる。そしてお前と氷河と同じ運命になる。息の根を止めてやるぞ。アナザーディメンション、アナザーディメンション、今だ。ジェイン、私の瞑想を邪魔した者。なんだ、恐ろしく挑戦的なこのコスモは。このコスモ、フェニックス。幻影が乱れた。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。サンダーウェーブ。そいつが何光年彼方に隠れていようとも、必ず見つけ出して倒せ。バカな、異次元空間も超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。なんとか倒すことができたんだろうか。しかし、あそこで幻影が乱れていなければ、僕もどうなっていたか。兄さん、あの時感じたコスモは、絶対兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。やはりジェミニのゴールドセイントは、ここには存在しなかったんだ。このジェミニのクロス、なんと寂しそうなことだろう。まるで陰と陽の間で悲しんでいるように感じる。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。安全な場所に戻されていればいいんだけど。